カウントになって、直球空振り。さあ平行カウントになって、空振りストラックアウト。まずは三振に切って取りました。前の打席でダブルを打っているホセ・ギーエン、今日2打点を挙げています。まずは1球目、初球引っ張った、ファールボール、打球はスタンドへ。さあ初球ファールから、まっすぐ決まった、ストライク、あっという間に2ストライク。そして3球目、インサイド引っ張った、ファール。第4球は外のボール球、ったワンバウンセンター前クリーヒット、ギーエンセンター前ヒットを放ちました。2打席連続ヒット。前の打席でヒットを放っているラウル・イバニエス、今日2打点を挙げています。さあ初球空振りから、ボール、直球外れました。さあ3球目、まっすぐ決まった、ストライク。さあ4球目、変化球外へ、ボール、チャコン、今の投球でちょうど40球目になります。さあフルカウントから、低め見逃し三振、バットが出ません。前の打席でヒットを放っているリッチー・セクソン、さあ1球目、まっすぐ空振り。4対1、現在点差は3点。このボールも空振り。そして3球目、ストラックアウト、セクソンかすりもしませんでした。チャコン4番5番と連続三振で切り抜けています。5回の表が終わって4対1、マリナーズ無得点で終了です。3点を追いかけますパイレーツ、先頭バッターは6番ハビエル・ネイディ、最初の打席はセカンドゴロ、初球から打っていった、ショート掴んだ、アウト、ワンアウトです。ネイディ内野ゴロに倒れました。今日ヒットを放っているホセ・ボーティスタ、初球はスプリット見送ってボール。そして2球目、打った、引っ張った、ファールボール、打球はスタンドへ。第3球はストライク、チェンジアップ決まった、ピッチャー追い込んだ。第4球は内角高めいっぱい、見逃し三振、手が出ません。続くバッターはジャック・フラッシュ、ジャック・ウィルソン、最初の打席はファーストゴロ。まずは1球目、内角ギリギリいっぱい、ストライク、初球まずは入れてきました。そして2球目、これはボール、ワンストライクワンボール。そして3球目、引っ張った、ファール。第4球はアウトサイド、判定はボール、ウィルソンよく見ています。さあ平行カウントになって、空振りストラックアウト、ウィルソンスイングアウトの三振。バティスタ、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の裏が終わって4対1、マリナーズ。ゲームはこれから6イニング目に入ります。今日三振が2つのジョージ・マケンジ、初球は低めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、ボール、外角低めの変化球。第3球はチェンジアップ打ちました、ファール。第4球はボール、低めの変化球。さあ追い込んで、あっと打ち上げた、ウィルソン足が止まって構えた、ワンアウトです。城島ショートフライに倒れました。バッターユニエスキー・ベタンコート、まずは1球目、ボール外れた。さあワンボールから、外角ギリギリいっぱい、ストライク。さあ3球目、直球外の高め、ボール。さあバッティングカウントになって、強引に振りに行った。次が5球目、ボール、直球外れました、2ストライク3ボール。第6球は外角高め、見逃し三振、手が出ません。バッターホセ・ロペス、まずは1球目、ストライク、チェンジアップ。さあ初球ストライクから、ボール、直球外れました。そして3球目、直球決まってストライク、バッター追い込まれた。そして4球目、カーブ外れてボール。さあ追い込んで、直球打った、ショート掴んだ、
アウト、スリーアウトです。最後はグランドボールに打ち取られました。6回の表が終わって4対1マリナーズ、この回0点に終わっています。パイレーツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは3回途中出場のショーン・チャコン。ここでタイムを取りました。パイレーツピンチヒッターを投入してくるようです。代打はホセ・カスティーヨ。まずは1球目スプリット外れました。さあワンボールから直球しました。ワンバウンセンター前クリーンヒット、カスティーヨセンター前ヒットを放ちました。パイレーツリードオフバッターが塁に出ます。バッタークリス・ダフィー、外角低め、判定はボール。一塁へ牽制球を送りました。さあボールワンから直球決まってストライク、ワンストライクワンボール。さあ3球目打った、詰まった打球セカンド落下点、掴みました。バッターフレディ・サンチェス、初球は直球見送ってボール。さあ1球目ボールからチェンジアップ見送ってストライク。第3球は内角低め打った、ヒットになった。その間に1塁ランナーは3塁へ。サンチェスヒットを放ちました。これで3打数の1安打。バッターはジェイソン・ベイ、ここはランナーを返したいところ。第2球はボール、インサイドわずかに外れた。ベイよく選んでいます。カーブはストライク。さあバッティングカウントになってスプリット見送ってボール。そして5球目決まった、ストライク。さあフルカウントになって空振り三振、バットが空を切りました。前の打席はホームランのアダム・ラローシュ、初球はストライク、インサイド厳しいところ。さあ初球ストライクからこれはボール。そして3球目空振り、豪快なスイング、バッター追い込まれた。さあ4球目真ん中落ちました、ファール。次が5球目外角高め見逃し三振、スリーアウトチェンジ。バティスタ3番4番と連続三振で切り抜けています。中盤終わって4対1マリナーズ、3点リードは変わりません。ここでタイムを取りました。パイレーツピッチャーを変えてきます。マルテ今日3番手としてマウンドに上がります。まずは1球目スライダーをストライク。さあ初球ストライクから空振り、ツーストライクノーボール。さあ3球目打ちました、詰まった当たり、セカンド取った、アウト、ワンアウト。バティスタ内野ゴロに終わっています。今日はマルチヒット、イチロー。初球はアウトサイド低めボール。さあボール1からスライダー決まってストライク。第3球は流し打ちはファールボール。次が4球目イチロー、スイングアウトの三振に倒れました。そして続くバッターはエイドリアン・ベルトレ、初球はストライク。さあ初球ストライクからスライダーボール。そして3球目ストライク決まった、ツーストライクワンボール。次が4球目空振り三振、ベルトレスイングアウトの三振、最後は空振り三振に打ち取られました。7回の表が終わって4対1マリナーズ、この回0点に終わっています。先頭バッターは5番ロリー・パウリーノ。まずは1球目初球打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。
パウリーノ、内野ゴロに倒れました。バッターハビエル・ネイディ、まずは1球目カーブ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、まっすぐ決まった、ストライク、ツーストライクノーボール。そして3球目アップステアを打った、一度ゆっくりと構えた、取りました、ツーアウト。ネイディセンターフライに終わりました。今日ヒットを放っているホセ・ボーティスタ、初球はスプリット決まってストライク。さあ1球目ストライクから、外のボール黙った、センター取りました、スリーアウトになりました。最後はセンターフライに倒れました。7回の裏が終わって4対1マリナーズ、3点リードは変わりません。これから攻撃に入りますマリナーズ、今日マルチヒットのホセ・ギーエン。さあ1球目インサイド引っ張った、ワンバウンレフト前クリーンヒット、ギーエンレフト前ヒットを放ちました。今日これで4打数の3人だ。バッターはラウル・イバリエス、スライダーはストライク。さあ初球ストライクから、初球外れました。さあ3球目外角低め見送ってストライク、バッター追い込まれた。そして4球目ボール、カットボール外れました。一塁へ牽制球を送りました。さあ平行カウントになって、外のボール黙った、ダフィー落下点構えて抑えた、ランナー一塁に戻ります。今日ヒットを放っているリッチー・セクソン、初球はカットボール見送ってストライク、一塁牽制。さあ1球目ストライクから空振り、強引なスイング、早くも追い込みました。さあ3球目インサイド引っ張った、これはヒットになります。セクソンレフト線にヒットを放ちました。これで今日は4打数の2安打。続いてまた今日三振が2つの城島健二。さあ1球目ストライクから、ストライク、カットボールです、2ストライクノーボール。そして3球目ボール外れた、2ストライク1ボール。そして4球目バットが空を切りました。バッターはユニエスキー・ベタンコート。さあ1球目低めギリギリいっぱいストライク。さあ1球目ストライクから外角低め打った、ピッチャー掴んだ、スリーアウトチェンジ。4対1マリナーズ、この回無得点です。3点を追いかけますパイレーツ、先頭バッターは8番ジャックフラッシュ、ジャックウィルソン、打ちました、アットバットが折れた、ファールボール。そして2球目ストライク、スプリットフィンガー。さあ3球目打ちました、取りました、ワンアウトです。バティスタファールフライに打ち取りました。バッターは7回途中出場ダマソマルテ。さあ1球目インサイド引っ張った、城島取りました、パイレーツ一瞬にして2アウト。バッターはクリス・ダフィー。さあ1球目まっすぐ決まった、ストライク。そして2球目これは見送ってボール、ワンストライクワンボール。第3球は打った、引っ張った、一塁線フェアです、スリーアウトになりました。パイレーツまたしても三者凡退に終わっています。8回の裏が終わって4対1マリナーズ、依然3点リードを保っています。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは8番ホセ・ロペス、まずは1球目外角低め決まってストライク。さあ初球ストライクからアウトサイド打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。ロペス内野ゴロに倒れました。今日ヒットを放っているミゲル・バティスタ、まずは1球目初球から打っていった、ファールボール。さあ初球ファールからスライダーをストライク、追い込んでいます。第3球はストレート打った、ピッチャー掴んだ、アウト、ツーアウトです。バティスタピッチャーゴロに倒れました。今日はマルチヒット、イチロー、まずは1球目初球引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト。マリナーズ早くも3アウトチェンジ、最後は内野ゴロに打ち取られました。4対1マリナーズ、この回無得点です。パイレーツこの回は2番からの好打順です。先頭バッターは2番フレディ・サンチェス、まずは1球目
空振り。さあ2球目、直球見送ってボール。さあ3球目、外のボール黙った、取りました、アウト、ワンアウトです。今日三振が2つのジェイソン・ベイ、初球はまっすぐ決まった、ストライク。さあ1球目ストライクから、カーブはストライク、もう追い込んでいます。さあ3球目、外角打った、ショート左抜けた、ヒット、レフト前ヒットになった。続いてまた今日三振が2つのアダム・ラローシュ、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール、一塁牽制。さあ初球ファールから、チェンジアップ打った、ギーエン下がった、ヒット、バッターはロニー・パウリーノ、ここはランナーを返したいところ、初球ストライク。さあ1球目ストライクから、直球しました、ファール。さあ3球目、引っ張った、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる、パイレーツ1点返しました。二塁ランナー三塁決定、直線、二塁タッチセーフ、バッターはハビエル・メイディ。ここでタイムです。マリナーズピッチャーが変わるようです。プッツホームランで逆転のピンチで登板です。パイレーツ代走を起用します、マクラウス、二塁に入りました。さあ1球目、まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから、高めの球見送ってストライク、早くも追い込んでいます。4対3、現在点差は1点。三振、レイディー、スイングアウトの三振、勝利まであと1人。今日ヒットを放っているホセ・ボーティスタ、まずは1球目、まっすぐ決まったストライク。さあ初球ストライクから、低め際どいボール、ワンストライクワンボール。さあ3球目、外のボール黙った、ファール。そして4球目、直球ボール。さあ追い込んでからスプリット打った。